どうもタモンズ阿部です。鬼の晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。いやーねー、勝ちましたよ。今季あれじゃないですか、もうベストゲームじゃないですか。今日はね、最高でしたよね。というわけで今日の、トピックスこちらになります。7月4日西武対オリックス勝利ということでね。いやー、今季3勝目ですか。まあ少ないですけどね、やっぱ勝ちというのはいいですよね。最高でした今日はね。いやーね、まあ、振り返ってみましょうか。今日はまずね、この人ですよね、田島、今季初勝利ということでね。今シーズンはね、ずっといいピッチングしてましたからね。今日はね、ご褒美ですよ。3失点ね、まあ、4回にね、ちょっとね、乱れちゃいましてね、まあ、3点取られちゃいましたけどもね、まあまあ、安定してましたしね、ずっとね。で、なんといってもやっぱ7回まで投げてくれたっていうのはでかいですわ。やっぱね、今年のオリックスはね、やっぱ、リリーフでつないでいこうとすると誰かしらがこう打たれる傾向にありますからね、やっぱできるだけ先発がね、こう稼いでくれるっていうのはやっぱいいですよね。やっぱ7回までちょうど100球ですか今日はね。で、7回までこう投げたということでね、でそのね、次の8回の表にまさかのご褒美ツーランですよね。いやー、よかった。田島に勝ちがついてよかった。本当にね。ナイスピッチングでした。素晴らしい。ね。そしてね、この人ですよ。やっぱ主砲、正尚ですよ。いやー、あのホームラン入るかね。いやー、ちょっとね、ちょっとファウル気味かなと思ったらね、こう、ポールの内側巻いてきたね。いやー、あれは正尚ならではですよね、あのホームランっていうのはね。いやー、変な、もう、なんていうの、変態みたいなホームランを打ちますわ。ね、メットライフでは、バットを折りながらホームラン打ったりね、本当。いやー、もう完全量産体制入りましたよ、これは。今年は何本いきますか？70本ぐらい打っちゃうんじゃないですか？いやー、最高でした。そして、こちら、ヒギンズ最高でしたね。ヒギンズ、いやー、頼もしい男がね、オリックスにやってきましたよ。もうあのナックルカーブとね、角度のあるストレート、150キロ台のストレートでね、もう西武打線もキリキリ前ですよ、本当にね。今日もあのレフト前にフラーッと上がったヒットだけでしょ。完璧でした。もうヒギンズ最高じゃないですか。いやー、これはもう完全に勝利の方程式じゃないですか。いや、今日のヒギンズディクソンの流れ良かったと思いますよ。いやー、これ山田もね、甲斐田もいますし、比嘉もね、安定してますしね。いや、本当使い方次第でね、リリーフ結構ちゃんとしてますよ、意外とね。なんか終盤になんか崩れてる印象ありますけどもね、ここを見ればね、ちゃんと、数字出してますからね。もう使い方次第じゃないですか。まとまってきてます、ちゃんとね。いや、よかったよかったね、本当に最高ですよ。いや、もう本当ね、増井さん出てきたらどうする、どうしようか思いましたよ、本当ね。7回ね、田島はまあ降りるやろうな、誰が来るんかな思ってね。これで増井さん出てきたらもう私もう大暴れしてましたよ、本当ね。もう近所のね、オリックスレンタカー行っても大暴れするとこでした、本当。犯罪者にならなくてよかったですよ、本当ね、私。ヒギンズ様々です今日はね。あとね、やっぱディクソンに今季初セーブがついたというのは嬉しいですね。やっぱ守護神にね、やっぱピシッとこうディクソンがこう座ってくれるとね、やっぱ安心できますからね。ディクソン最近荒れてましたからね、もう、ナックルカーブがもうどこ行くやわからんかったですからね、最近のディクソンはね。よかった、今日はある程度ね、ディクソンのナックルカーブちゃんと行ってたんじゃないですか。
本当良かったね。若月がね、もうあの暴投して、もうこれやばいと思ったけどね、良かったね、リクソンが抑えてくれて頼むよ若月、もうあんなところでやめて、ヒヤ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 させんのね。あと小島もね、小島 もうサードゴロ普通にさばいてよ、もうびっくりしたわ、もうアウトやったから良かったけどもね。まあね、そしてね、こちら最後ですけども、いや大城ついに当たりが出だしたんじゃないですか。いやよかったね、大城が打ち出したらでかいよね、ほんとね。ただの守備の人に貸してましたからね、大城が。いやもちろん守備もねうまいですけども、大城は2割7分2割8分ぐらいは打つ力ありますからね、絶対に。よかったよかった、もう本来の大城ですよね。まあ、髪型もね本来の大城に戻ってましてね、まあちょっと前から戻ってましたけども、うん、打撃も髪型も本来の大城を取り戻したんじゃないですか。うん、いや素晴らしいですよ、今日に関しましてはね。うん、もう言うことなし、うん、完璧。まああの若月のね、あの冒頭はちょっといただけませんでしたけども、もう今日は許しちゃうということでね、折の晩酌でした。さようなら。